人間版馬は、スポーツの一種で、複数の人間がチームを組んで、重量物を乗せたソリを引き順位やタイムを競うもの。もともとは、競馬の一種である番イ競馬が、ルーツで、本来の番馬では、馬がソリを引くのに対し、人間がソリを引くという点から、人間版馬という呼称がついた。現在は、北海道ところ群桶戸町、千葉県長生村。 北海道帯広市などで大会が開催されている。一般には特に、オケト町の大会が有名で、口述するように、テレビ番組等で取り上げられている。オケト町にて、毎年7月第1日曜日に開催している。1976年より、オケト町夏祭りのイベントとして開催された、バチ引き合戦が、ルーツで、第5回大会より、山の神祭人間ワン大会と、 名称変更。5人引きと7人引きの競技があり、予選で 300kg、決勝で 500kg の重さの丸太を積んだバチで、全長80メートルのコースを引く競技。1レース九チーム立てで行われ、予選は5人引きで2レース、7人引きで3レースにて競われる。優勝賞金は5人引きで50万円、7人引きで20万円。過去に、テレビ朝日にて、 アカシアさんまがメイン司会のさんまの何でもダービーの G1 競技として数回放映。ありがとうございます。